奴の気配はまだ残っている。このペンドラム、でメデューサにバッチリ勝てた。仕事をしただけだ。俺もお前、スレイ、フォートンス機卿は亡くなった。そうか。そっちは？皇帝陛下は我々を信じてくださった。だがフォートン数奇卿も信じたいと。そこで双方の言い分を聴取する場を設けられると仰せられたのだが、数奇卿は出られないね。騎士団が謀殺したと疑われる恐れがあるぞ。ごめん。なんの、スレイが謝ることはない。全ての責めは自分が負う。数奇卿を殺したのはスレイじゃない、本職の殺し屋だよ。そいつはこんなことつぶやいてた。眠りよ、コーネータレ。それは特級手配の暗殺ギルド風の骨が殺害現場に証拠として残す文言、事実なのか？本当だよね。え、今さらだ。気を使う必要はない。ああ、分かった。暗殺ギルドの件は上層部に報告しておこう。しかし同志の前で暗殺をなすとは、風の骨、噂以上に恐るべき者たちだ。そりゃあもう。ああ、せいぜいよろしく伝えてくれ。救えなかった。数奇卿の雨が。少し街を歩いてみませんか？Thank you.
境界神殿も見れたじゃないか。ポジティブミクリオ、略してポミオ。なっ、やめろって。いつまでもへこんでんなよロゼ。ごめんもサンキューもなし。スレイも私もやることやったんだから、お互い次も頑張るってことで。オッケー？オッケー。それでオッケーってことで、一休みね。ちょっと疲れちゃったよ。やっと起きた。寝すぎちゃったよ。皇帝陛下はご神聖の決意をされた。だが数奇教が束ねていた強硬派がそれぞれ怪しげな動きを見せている。戦争をしたい奴らか。まとまりがなくなった分対処が難しいかもしれないね。また人が。そうはさせない。戦争は必ず止めてみせる。スレイたちの努力を無にしないために。頼んだよセルゲ。さてと、お腹空いちゃったな。宿で腹ごしらえしよう。何も食べずに寝っぱなしとか、いろいろありましたから。スレイはね、寝ないと持たなかったのかも。大丈夫なのかな。きっとまたこんなことあるんだよね。そうね。おーい、ドラゴ鍋70点ってとこだな。メイビー。聞いたぜ教会の件。さすが早耳。大変だな同志ってのは。うん、いろいろあるけど大丈夫。私もついてるし。そうか。で、何かつかめたか。うん、あそこにマオテラスはいなかった。本当なんだって。神殿の奥まで行ったんだから。マオテラスは謎の多い天族だ。存在自体を否定する説もあるほどだが、教会神殿は信仰を集めてきた。アスガード流星期からずっとだ。相当強力な天族の加護がないとそんなことは不可能じゃないか。
マオテラスが存在し祀られてたのは事実だと思う。だとすると問題はいついなくなったか。てかマオテラスって大陸を全部加護するめちゃすごな天族でしょ。ならいなくなったのはその加護がなくなった時っしょ。最悪の時代が始まった時か。待て、マオテラス失踪が最悪の時代の原因だとすれば、マオテラスの加護が戻れば最悪は収まる。マオテラスを探そう。おじさん、なんか心当たりない？教会神殿以外だとマオテラスと同じ五大神の力が残るという四つの遺跡があると。試練の神殿、そこを回るつもりだったんだ。さすが同志だな。旅の途中で何か分かったら教えて。分かった、俺も伝承を渡ってみよう。じゃあな、風邪ひくなよ。ありがとう。おう、エギーユたちに伝えておくぜ。お嬢たちは元気そうだったってな。腹減った。前向きになれたみたいですね、スレイさんもロゼさんも。まあね、スレイは変に溜め込む時があるから心配だけど。ですね。マオテラスがいても不思議じゃない場所といえば、五大神にふさわしい器がある場所だろうね。正常な神殿とか汚れのない大自然とか。なら試練の神殿は可能性大かも。同志が困った。どうしよう。本当に返しに困るかも。すみません。ごめん、いいんだよ。何がライラの制約か分かってきたしね。ブーサギの歌歌います。ブーサギおいしあのみみ。あ、マオテラス絡み。ブーサギおいしあのかわ。やめなさい、かわいそうよ。いろいろな意味で責めてるわけじゃないんだ、本当に。だよね、おかげで浄化の炎が使えるんだし。知りたいことは自分の目で確かめればいいんだから。ありがとうございます。甘いな、相変わらず。どうしようもない同志だ。レゼルさんも制約を。今のは違う。さて、試練の神殿をどうやって探すか。大まかな位置はティンタジェルの壁画でつかめるけど、ぶっちゃけ行って探すしかないね。仕事中？おう、情報収集だ。今日中に情報や5人と会わないと。大変そうだな。エギーユは私たちの目であり耳であり頭脳だからね。じゃあロゼの役割は？そりゃあ頭だよ、頭領なんだから。頭脳のない頭って頭蓋骨？うるさい、細かいこと言うな。棟梁は勝利の女神ってところさ。昔は米神だったがな。米神？先代の頃だ。小さな棟梁をおぶって戦場を駆け回ったものさ。楽しかったよね、あの頃は。ああ、仲間を助けて敵に勝つ、それだけだった。そうだったな。今はそうも言ってられん。裏社会は情報が命だ。面白いネタあった？いくつかな。近頃噂の同心マルフォは以前はローランス教会の司祭だったらしい。フォートン枢機卿の死に乗じて勢力を広げているようだ。うんうん。それと二世エリクシールの件、本家の教会も無視できなくなって製造元を調べ始めたらしい。それってゴドジンの村長さんが。ゴドジン？
それがさ。そんな裏事情があったのか。エギーユ、私の決断は。いや、棟梁の意思は俺たちの意思だ。だが、見届ける必要はあるだろうな。わかった。そうだよね。ゴドジンに行ってみよう。様子を見に。ありがとう。